ダメ、では1目覚めればひしろの宮という、まずファンタジーから入るということですね。人は愛さ心は知らね我が生よ、絵空ごとよと思いしいことはあると。これは人はさどうでしょう、ね、人の心は分かりませんが、私が自分の生きているということを絵空ごとよと思いしいことはある。絵空ごとというのはフィクションですね。フィクション虚構やと思ったことがありますよ。これは本当に自分が生きているかどうか、自分は物語の世界の登場人物ではないか、自分はね、本当にリアルに生きているかどうか怪しいと思ったことがあるということで、こうそういうことはわりかし、そう思ったことのある人というのはいるもんですよね。でまあ、それが、まあ、その話が出てくるんですけど、でここはこれは何かというと、巻き向く菱の宮跡ということでね、これは三輪山の、まあ、近辺のことなんですけど、巻き向く三輪の麓のあたりですね、大宮神社とかです。これが三輪山なんです。この山全体がこの辺にこう山があるわけです、ね、大宮神社、山全体が大宮神社で、鳥居がここにあるんだな。で、桧原神社というのもその三輪山の麓にあるんですね。ほんで大兵図神社というのもね、三輪山、だからこのも三輪山ってこんなのこう全部三輪山ですね。ほんで、慶光天皇陵というのもそこからこうですね、ちょっと上げていた、まあ、そういうことで、この、大兵図神社が実はその巻き向く菱の宮跡だったと言われているわけですね。菱の宮なというのは慶光天皇が住んでいた建物御殿というかね、そういうことですね。でそこでまあいたら政治を行っていたわけですね。で陽一君が目覚めればなんと菱の宮にいたということで、でまあ何から目覚めたかというのはそれはまた分かるんで、おいおいね。で朝食の儀式が行われている部屋の前でぶっ倒れた格好で目覚めたということでね、倒れていたわけですね。で目が覚めたわけなんですね。なんか鈍器のようなもので後頭部をぶん殴られたか、なんか頭上から何かが落下して頭に当たったらしいということでね、危ないかったわけですね。でもなんとか死ななかったわけなんですね。ほんでよほどの石頭だったのか命に関わることはなかったものの意識を失っていた。で衛兵が驚いて声をかけ、お討つの御事はありませんか、こんなところでぶっ倒れてどうなされたのですか、先ほどから御事がお待ちかねです、というね。これがまあ大討つの御事、大討つの御事、双子の兄弟なんですね。で結局その大討つの御事、大討つの御事、大討つの御事ですね、結局産湯やね、産湯というもので疲らしたの薄に、まあ、お湯を入れて産湯にしたんで、で大きい方の薄を使ったのを大薄の御子、小さい方の薄を使ったので大薄の御子と、で大和大家というのはこの大薄の小さい薄を使った大薄双子なんですよ。これが大薄の御子、そんなダサい名前じゃないよ、俺様の名前は陽平じゃなかった、陽介でもなかった、確か陽七ね、それは昔もみじまんじゅうとか言った漫才師だろう、これはまあどうでもいいんですけどね、洋室とか、でも「洋何々」とかだった気がすると、大須の御子なんてそんなおかまみたいな名前は嫌だよ、大須ですからね、
なんかおかまみたいな名前に聞こえたわけなんですね。で、衛兵は心配そうに尋ねた、ね、でも大津の御子って名前ですからね、そんなは自分の名前忘れてるようでは心配ですよね。後頭部が腫れてます、それで記憶が閉じしまわれたのですね。あなたの皆は小さい臼と書いて大津の御子、人呼んで大和オグナ、オグナというのは、まあ、イケメンという意味なんですね。大和のイケメン御子です。大きい臼と書いて大臼の御子とは双子の兄弟ですというわけです。なんだってそんな急に御子を演じろと言われたって、そりゃ無理ですよ、そりゃあんた無理ですよ、それに頭がまだ痛いし戻って寝ますとか言ったわけですね。急にね、大津の御子にされてしまったんでびっくりしたわけね、そんな無理やという、これは帝その時の大田らしい子という帝ですね。これは慶光天皇という子のうちにね、何々天皇というのは奈良時代になってからつけた名前ですが、で彼がよく見ると誰かにそっくりやったと、つまり大津の御子ね、陽一君が大津の御子になってるわけですから、誰かにそっくりやと、こんなのよく見たら御木本渡る校長やったということでね、何をそんなところでブツブツ言っておるのじゃ、ね、これはお父さんにあたることですね。早く朝日の儀式が始まるぞ、大須の御子はどうしたというわけですね、まだ朝寝坊しておるのかと、まあ、この兄弟大須の御子は来たけども大須の御子来てないんで、朝揚げに混むわけですね、けしからなんていうわけで、お父さん怒ってる。でこれはえっていうわけでね、大臼の御子と大臼の御子と言ったら大和たける説は、まあ、上村陽一君というのは歴史とか得意なんですよ、成績もいいわけで知ってるわけです、まあ大臼の御子と大臼の御子、大和たける説はじゃないかということでね、ほんで大和たける自分が大臼に向けたら大和たけるにならなきゃいけないか、そういえば俺は大和たけるを演じることになっていたような気がすると、大和たけるというのはどういう筋だったかどうも思い出せないが、ともかく俺が大和たけるになるのなら英雄として華々しい人生が待っているんだ。まあ陽一君が陽一君というのは上村陽一君というのは実は大手門高校の、まあ、生徒なんですね。それはまあ後で出てくるわけですけど、それがそのね、慶光天皇陵に、ちょっとこう面白がって入ったら、そこで結局過去の世界にね、ワープしてしまったわけなんですね、その天皇陵から。まあそういうことでね、急にその、でも大和たけるところの説は何とか覚えていたもんですから、あんなんになんのということでびっくりしたんですね、だからこれから大和たけるの説はの主人公を演じると分かっているというのもおかしな話だなということでね、これからまあバーチャルリアリティですから、それ現実に思えるような世界、でもそれを演じると自分が分かっているというのが変やなと、ね、人生が終わりになるときに己の人生を一睡の夢と悟ったりするなら、私もこれから始まる芝居として人生を演じるというのは君を否定列ではないかと、どうして俺様だけ自分の人生をフィクションだと分かっているのだろうということで、まあこれはちょっとね、なほど分かってないわな、でも、いや待てよと、自分の人生がフィクションではないかと疑ったりするのは誰しも一度や二度あるかもしれない、そう思えるときはまだ余裕があるからで、リアルな感覚で次から次へと荒波に揉まれているうちに、マジでリアルで一度きりの人生として実感せざるをいなくなるのかもしれないな、まあ要するにフィクションだと思えるのは余裕があるからでね、それもマジで、まあ、バーチャルリアルにしろ何にしろ
もうそれリアルとしか思えないわけですけどね、フィクションとは思えなくなっちゃうわけ、真剣に取り組んでたら、ね、まあどうせもう 夢の世界やろう、こんなもん嘘やろうなんて思ってたら真面目にやってられませんよね。だけどもうどんどん危機が押し寄せてくるというかね、次から次と無理難題がやってくれば、もう必死でなんてアップアップしながら生きなければいけない、もう必死で頑張ろうとしゃあない、そうしたらマジでまあリアルで一度きりの人生として実感してしまうのかもしれないなということですね。まあそういうわけで、まあ最初ね、フィクションみたいに思ってたこともあるけれども、まあ、真面目に生きていくうちにフィクション、現実だと、 生の現実だとこう感じるということですね。でまあ鮭の話に移りますと、これは吉田秀和さんという音楽家の鮭ですね。なかなか美味しそうなお粥を食べてはるんだよね。でもいろいろ入ってますね、卵とかも合うし。で2人の衛兵が 肩に手をかけさせられ、朝日の席まで強引に連れて行かれた。さあ手を合わせて、今日も命を与えてくださる神に感謝のご挨拶だ、命をいただきます。帝がそう言うと、みんなが命をいただきますと唱えた。陽一はいただきますとしか言えなかった。しかし、なるほど、命をいただいているに違いないということでね、いただきますって言いますよね。であれ何をいただくのかって、命をいただいているわけやから、命をいただきますっていうのが元の形やというふうにまあ考えられるわけですね。まあ実際もともといただきますって言ってるかもわからないけれども、まあ理屈から考えればですね、何をいただくと命をいただくだから、命をいただきます、まあ朝日の宗教的な儀式でも、宗教的な儀式でもあるわけですから、命をいただきますというのが正式だというのが、この王様の味方の考え方でね。で、おうすよ、朝日の儀式は大切なのだ、神とは何か、ね、味方が言ってるわけですね。大君が言ってるわけです。それは大いなるものだ、神とは大いなるものだ、とても大切なもの、それが神だ、とても恐ろしいもの、それが神だ、ね、恐ろしいかっても神なんです。人の力では思い通りにならんから、祈りやまじないやいろんな儀礼で願をかけないといけないものだな、そういうのは神だということですね。我々にとって、ね、命の源が神なのか、命の大事なものね、命の源。だから一番その命の源になっているのは何や、米やないか、雑穀やないか、野菜やないか、魚やないか、これが神や。獣たちは、命である獣、獣も獣の肉食べますけどね、イノシシの肉とか食べますで、神の現れ、神そのものであるというわけでね。要するに食べてるものが神だ、神なんだよと。だから神に感謝して神の命をいただくつもりで食事をしなければいけない。だから神様にお祈りをして、そして食事をするんやということですね。最近なんかもう命をいただきますと言わないで、ただいただきますしか言わない、ね、ものが多いが、これはここが肝心なんだよ、命をというのを入れなさいと、落とさないようにと帝御自ら解説されたのであるということでね、命をいただきますと言うべきやということを、まあ、言ってるわ、帝御が言ってるわけですね。これを歴史に証明できるかって言われたらちょっと難しいところがありますが、確かにその神として拝んでることは確かなんですね。これは一拝一拍手というちゃんとですね、両手をですね合わせまして、一拍手して、ね、であの歌を、ね、読みます。田夏の桃の木草も天照らす日の狼の恵み
得てこそという、まあ、歌をも読んだというわけですね。太陽の恵みを得て育った食物をいただきますということですね。で、食物自体も手を合わせられるわけだから、神やから神に手を合わせる。この食物も神であるということです。で、だから食事っていうのは聖なる食事であると。神を食べることであるということですね。神を食べる聖なる食事を聖餐と言います。聖餐ということなんです。で、食べ終わったら、まだ一拍しまして、朝酔いに物食うごとに豊受けの神の恵みを思えよの人とこういうわけですね。で、豊受けの神というのは豊穣の神です。まあ、水の神のいや大地の神のことかもわかりませんが、まあ、そういうふうに豊受けの神という。伊勢神宮というのは豊受けの神下宮に祀っておりまして、内宮に天照大神を祀っているわけですね。そこで、まあ、そういうその、まあ、伊勢神宮から、まあ、こういう教えが広がったかもわかりませんが、朝酔いに物食うごとに豊受けの神の恵みを思い描きました。で、ごちそうさまでしたというわけですね。まあ、こういうことが、まあ、伝統としてあるわけですから、日本人は神をですね、そういう身近な食物が神であるということですね。から太陽が神である、豊受けの神みたいに豊穣の神ですから、水だとか空気だとかあの大地だとかね、豊受けの神に空気あるかどうか分かりませんけど、なぜ豊穣の神という、豊穣をもたらすものは、まあ、大地、とも水とも考えられるので、そういうものが豊受けの神の本体やったんちゃうかと言われていますね。まあ、はっきりしないんです。しかるにこの大切な儀式をすっぽかして寝坊するとは何事か、そんなやつに帝の位を引き継ぐ言われはない。おうすよ、お前の双子の兄おうすにしかと父帝に代わって教え諭しておけ。そしてお前の責任で兄を朝毛の儀式に連れてまいれしかと申し伝えたぞというふうにね、言ったわけですね。まあ、その父帝のね、そういう、まあ、命令、母しかと仰せつかまつりました、何としても兄上に孝行し朝毛の責任でるよ教え諭しましょう。まあ、これはね、日本の、まあ、古い、信仰でありますし、未だに伝わっているわけですね。未だにいただきますと言ってますからね。ところが、その未だにいただきますって言ってるんですが、それはあのなんか作ってくれた、料理作ってくれた人に言ってるような誤解があるわけですね。もちろんその作ってくれた人のおかげでもあるから、その気持ちも込めてももちろんいいわけですが、一番大事なのは命をいただいているということを忘れてはいけないわけですね。だから動植物に感謝をして、動植物を神として感謝して食べるということが、まあ、基本やということですね。だから米も野菜も魚も獣の肉もみんな神だという捉え方は、神を天上に祭り上げる西洋の一神教よりも日本人には親しめる発想がある。その神を食べて神である命をいただき、自らの命を輝かして神として生きる、生きることの大切さ、喜び、素晴らしさを感じられるし、大自然への感謝の気持ちを持ち、自然を大切にしようとする気持ちを養うことにもなる、ね、ただ腹が減ったから食うではダメで、朝芸の儀式が大切だというわけで、さすが父帝はいいことを言うというわけで、まあ大須君お前非常に感動しまして、お兄ちゃんちゃんと教えさせなあかんなと思ったわけですね。まあそういうことでね、
これは非常に目から鱗っていうか非常に大事な信仰ですね。で日本人は宗教音痴なところがありまして、ね、全くその宗教を信じていないところがありますね。で何が宗教かも分かっていないわけなんですね。ですから日頃宗教的なことをしていてもそれが宗教だと分からないわけですね。だから手を合わせていただきますという食事を、していてもですね、神に手を合わせているという気持ちは全然ないわけですね。作ってくれた人に感謝しているというのが何だか思っちゃって、それではやっぱりね、せっかくの伝統というものを忘れちゃったとね、いけないということでね、要するに、まあ、日本人にとっては目の前に見える自分にとって大切なものが神であるということですよね。特に食事なんか、まあ、大事はね、それは神であるということでね、非常にこの分かりやすい宗教なんですね。そういうことを、まあ、ずっと未開時代からね、守り続けてきているんだよっていうことを改めて自覚したら、日本人のは自分の、まあ、民族の精神の素晴らしさっていうのを、ね、実感できるんじゃないかなと思いますね。で人はなぜ自分の人生をフィクションだと思うかと言いなさい、この問いが、まあ、いつもありまして、でこれで、まあ、まとめるわけですね。また命をいただきますという言葉を倫理学的に解説しなさい。その際キリスト教の生産式と比較しなさい。まあ、キリスト教の生産式というのをちょっと説明しておりますね。まあ、過ぎてしまえばどんなリアルな、この最初のフィクションだと、どんなにリアルであった出来事も記憶として関連化しバーチャルなものになってしまう。そして今現に体験しているリアルな現実だって夢のごとく過ぎていくし、夢と関連には区別できるものではない。とすれば人生もまた儚い夢に過ぎないのではないかと思えてくる。そう思うことで死は夢からの目覚めで、それで終わりではなく新しい出発でないかという不死願望にもつながってくる。まあ、どんなリアルな出来事も記憶として観念になっちゃうからね、今の現実、生々しい現実でもあっという間に過ぎてまた観念の世界になってしまうわけですね。で夢と完全には区別できないじゃないか、そうしたら生きていること全体が夢みたいに思えるということで、そうしたら夢だとしたら、夢から、ね、眠りから覚めたら、また新しいことが始まるんじゃないか。だから死というのは眠りから覚めるようなもんではないかということですね。だから死んでもまた次があるみたいな不死願望というものが人間にありますから、その意識と結びつきまして、余計に現実をですね、観念化してフィクションと思いたがるというところがあるんじゃないかなということですね。なぜ思うのかというと、ね、その次いただきますの話ですね。いただきますでは食事を振る舞ってくれる人に対する感謝の言葉であると受け止められてしまうが、命をつけると命を与えてくれる動植物への感謝の言葉になる。それらを神として礼拝するのが命をいただきますという言葉で、命の循環と共生を大切にする環境倫理学の立場とも一致するわけですね。これは日本の、まあ、伝統やから、命をいただきますとこのつけることによってですね、まあ、自覚できるんちゃうかということですね。でキリスト教の生産というのもあります。キリスト教も神を食べるんですね。でそれはどういうことかというと、キリスト教は礼拝の中心で、キリスト教の生産というのは礼拝の中心である。礼拝のこと全体をミサ、生産と呼ぶわけ、聖なる食事というんですね。これは主イエスの肉を食べ血を飲む儀礼なので
正式には主の聖餐、主イエスの聖餐というわけであります。でも実際にはイエスの肉と見立ててパンを食べ、イエスの血に見立ててワインを飲む。教会は地上におけるイエスの体とされ、そこで聖化された、まあ神父さんがこのパンはイエスの肉ですというわけですね。でワイン、このワインはイエスの血ですというわけです。そうしたら、そのパンはパンのままでイエスの肉になる、ワインもワインのままでイエスの血になるんだという教義を、まあ、作って、それで、イエスの肉を食べ血を飲んでいるということですね。でキリスト教の場合、教会の儀礼においてだけ聖餐である。だから日曜日に教会に行って、その時に、聖餐が行われるわけですが、だから普段の食事は聖餐ではないわけですね。つまり普段のパンとか普段のワインだとか普段の肉だとか、それは皆イエスの体ではないわけですね。イエスの血でもない。教会において聖化されたものだけが神になる。でそれ以外は神じゃない、一神教ですから。だからその普段の食事は神じゃない。ところが日本は違うんですね。全ての食事が神を食べる生産であるというのが根本的に違う。日本では具体的なものがそのまま神であるが、一神教では神は自然的事物を超越した超越神である。だからこの超越神は事物を超越してますから、教会でのパン、教会でのワインも事物じゃないかと考えたら、その事物を神だと、超越、事物を超越した神だということは超越神論に反映しているわけですね。モノ神信仰に、まあ、陥っているわけですね。でも陥っても無理してでもですね、イエスと肉を食べ血を飲んでイエスと一体化しようという信仰なんですよ。だからキリスト教やユダヤ教の一神教、超越神論、ね、と矛盾した信仰である。それが何とするキリスト教の、どういうのですか、礼拝の、礼拝の中心儀礼になっているというところに、キリスト教の本質というか大いなる謎というか あるわけですね。まあ、そういうことで、それをまあ解明した本を私は書いております。しかしそれはまあ調べてください。